にちは、大島です。それでは、今回は、プロフィールの重要性というところについてお話しさせていただきたいと思います。まずですね、プロフィールなぜ大事なのかということなんですけども、皆さんにやっていただくのはメルカリというですね、フリマアプリなんですね。で、このフリマアプリは、いいね機能いいね機能ですね、ちょっとこの Facebook のパクリみたいな感じのところもあるんですけども、このいいね機能があります。それとコメントですね。いいね機能と、コメントがあります。それでですね、いいね機能と、コメントがありますので、こちらいいね機能とコメントがありますので、これはですね、非常にですね、SNS に近いですね。はい、SNS に近いということです。で、SNS に近いと何なのかと、言いますと、この出品してる人を見るわけですね。出品してる人。最近、いろんな SNS だったり、商品だったり、僕もいろいろなそのマーケティングとかやってますけども、今の時代っていうのは何を買うかというよりも誰から買うかというところが、非常に強い部分がありますので、出品している人を見るということですね。なので、プロフィールを、しっかり書いた方が購入する側も安心して購入していただけるということになります。そしてよくですね、オークションとかヤフオクとかそういうのの出品も、僕も少し前してたんですけども、それもですね、結局評価、ここに、そうですね、評価もありますね。評価、もちろんですね、評価も、大事なんですけども、出品している人のプロフィールっていうのが、メルカリでは書けるようになっていますので、これは、必ず書くようにしてください。そしてですね、基本的にこういう SNS の、プロフィールは、SNS のSNS のプロフィールは長文、丁寧、丁寧のね、ちょっと忘れちゃったんですけど、長文丁寧、 SNS のプロフィールのポイントですね。SNS のプロフィールのポイントは長文丁寧ということです。で、これはミクシーだったりアメブロだったり、ツイッターだったり、フェイスブックだったり、全部ですね、全部に当てはまるポイントです。これは他のですね、 SNS 集客の、僕教えてたりとかもしますけども、
これはですね、長文で丁寧であればあるほどいいです。なぜかというと、例えばですね、メルカリ出品始めました、よろしくお願いしますって一文書いてあるだけのプロフィールの人と、私はこういうふうにしてこういうふうな、ことをやってきましたと、で丁寧な出品を心がけます、お客様に喜んでもらえるためにいい商品をいっぱい出していきますので、これからもどうぞよろしくお願いしますみたいな感じで長文でですね、熱意のこもった長文、熱意のこもった丁寧なプロフィールということが、非常に大事になってきます。実際にですね、僕が教えている人の中でも、出品数が、出品を15品、始めたばっかりで、やった方で、15品出品しても1個も売れなかったと。で、僕に相談してきて、確かにちょっと15品じゃ、売れる確率も少ないので、そもそも30品ぐらい出さないと結構データ取れないんじゃないのっていうふうには言ったんですけども、僕はそこでちょっと思ってですね、プロフィールちゃんと書けましたかと言いましたら、プロフィール全く書いてませんと、言ったわけですね。忘れてたのかもしれないですけども。で、僕がじゃあプロフィール書きなさいと言ってプロフィールを書いた、瞬間にですね、プロフィールを書いて次に出品した商品がもうすぐ売れたと、いうぐらいプロフィールは、本当に大事だということです。はい、それでは、まとめますと、メルカリはですね、非常に SNS に近い、アプリです。なのでプロフィールがとても大事です。で、出品している人を見るので SNS、メルカリですね、メルカリではプロフィールを長文書いて丁寧に書きましょうと、いうことになります。それでは今回はプロフィールの重要性についてお話しさせていただきました。今回もありがとうございました。